はい、どうもこんばんは、マリットです。では今回も龍が如く極み2やっていきたいと思います。前回やったキャバクラのイベントなんですけど、収録外である程度進めてきたので、今回はチャンピオンシップやっていきたいと思います。もうある程度やってきたので、もうファンの総数とか相手と4倍以上になってきたので、もう余裕で勝てるでしょう。編成もある程度やったので、もうゴールドキャストとプラチナキャストとシルバーキャスト3種類だけなので、まあ余裕で勝てるでしょう。いよいよフレッシュリーグのチャンピオンシップですね。ついにこの時が来ちゃいましたか。緊張してきました。まあ初めてのタイマンバトルになるし、ただでさえチャンピオンシップは大注目されるもんね。ん？なんだ、そんなに違うもんなのか、チャンピオンシップってのは。私も現役時代にキャストとして参加しましたが、勝手というか雰囲気は別物でしたね。ピンと張り詰めている感じです。やっぱりそうなんですね。ああ、お客さんにお水とかこぼしちゃったらどうしよう。大丈夫だよ、小雪ちゃん。失敗を恐れてはダメ。ゆきさん。私もよく転んでお客さんに頭からフルーツ盛りをかけちゃったりしたけど、その度に乗り越えてきたんだから。ひどいことしてるな。そっか、ゆきさんもいろいろ大変だったんですね。私も頑張って乗り越えていきます。大変だったのは客の方だと思う。本当だよね。それで、その対戦相手というのはどんな店なんだ？広島スイートゴッドという、最近神崎グループが開いたお店です。まだ業界歴は浅いんですが、ナンバーワンのかなちゃんという子がすごい実力の持ち主なんですって。彼女のおかげでフレッシュリーグの頂点に上り詰めたと言っても過言ではないそうです。ゆきさん、詳しいですね。そりゃ敵の調査もオーナーの仕事ですからね。私が常に張り付いているネット掲示板に書いてあったの。ゆきさんはね、にちゃんとか見てんのかな。へぇ。ただ、かなちゃん以外は目立ったキャストはいないみたい。統率が取れてないって話も聞くから、チーム力で差をつければこちらが勝てる見込みもあると思います。なるほどな。久しぶりですね、皆さん。神崎。まさかここまで上がってくるとは思いませんでしたよ。さすがは腐っても元伝説のキャバ嬢、ゆきさんだ。ちょっと、何言ってんのかな？何ですって？ゆきさんは腐ってないですよ。まだ。まだ。まだってひどいな。ま、その快進撃もここまでですけどね。紹介しましょう。今日お相手させていただく、広島スイートゴッド、ナンバーワンのかなです。よろしくお願いします。この子がかなちゃん。かなはうちの未来のエースになる逸材です。そんな子の働きを見て、あんたらも勉強するといい。かな、失敗は許さないぞ。そうですね。はい。もう総売上3倍くらい乗ってるんで、もう全然もうボロ負けですよね、相手の方も。負けませんよ。私も負けられないんです。さあ、場も温まってきたようですし、そろそろ始めましょうかね。お前いつ来たんだ。キャバクラグランプリフレッシュリーグチャンピオンシップ。チャンピオン広島スイートゴッドに対するは、挑戦者蒼天堀フォーシャイン。絶対勝ちましょうね。ああ。はい。頑張ります。皆さん、頑張りましょうね。はーい。かなさん。あんたが頑張れば勝てるわよ。私らは適当にやります。ね。ねえ。キャバクラバトル。雰囲気悪いな。さあ、ついにやってまいりました。まあ全力出しても余裕で勝つんですけど。果たして勝利の女神はどちらに微笑むのか。負けないです。負けらんねえな。あ、またこれあるんだ。キャバクラグランプリナンバーワンを選ぼうの。果たして新チャンピオンは誕生するのか。盛り上がりましょう。いらっしゃいませ。盛り上がっていらっしゃいませ。かわいいな。
で、小雪さん結構ね見た目好みじゃなかったんで髪型とかいろいろ変えてきました。いらっしゃいませ。美人じゃないか。ようこそ。どうも。こうしない素敵だよ。お願いします。助けを求めてるように見えますが。いらっしゃいませ。お客さん。当社員店長さりげなくフォローします。一応龍が如くゼロの基準と同じだったら相手の方も妨害とかしてくるんですよね。当社員店長さりげなくで左上に書いてあるゲージの方でフィーバーっていうのができるんですけど、それをやってしまえば相手の方も妨害を防げることで、それができればいいんだけど。お待ちしてました。待たせすぎだろ。あーごめんね。お願いします。助けを求めてるように見えますが、あ初手ミスったな。普段喋りながらなんてやらないんで。女の子をしっかり支えてくれています。失礼します。ごゆっくりどうぞ。お会計ですね。よし、延長が来た。ありがとう。もう延長来たらこっちの勝ちみたいなもんだよね。当社員フィーバータイムだ。当社員売り上げが50万円突破。お願いします。ここで1分が経過しました。ありがとうございました。ようこそ当社員会計です。延長で頼む。よし、延長が符号が延長が来たらもうこっちの勝ちみたいなもんでしょう。お待たせしました。いい勇敢だな。お願いします。お会計ですね。女の子を褒めると女の子にご褒美を渡すで体力を回復することができます。こういったバトルの場合は特に体力が重要になってくるので、積極的に体力を回復していくのがいいと思います。お待たせしました。一品さんやないか。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。お会計ですね。今回失敗したのでお土産渡しておきましょう。当社員フィーバータイムだ。ようこそ。また来た。当社員いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。また来たお客さん。お会計ですね。一応序盤なんで褒めるにしてますけど、ある程度お金に余裕あったらご褒美渡すのが一番いいでしょうね。ようこそ。まだ当社員盛り上がってきたわ。盛り上がってきちゃったよ。お待ちしてました。お願いします。お会計ですね。ありがとうございました。いらっしゃい。当社員フィーバータイムだ。2分が経過。今日は最高や。助けを求めてるように見えますが、当社員店長さりげなくフォローします。盛り上がりましょう。うわいい。お願いします。お会計ですね。もう倍以上の売り上げだね。余裕で勝てるでしょうね。また来てくださいね。いらっしゃいませ。また来ちゃったよ。かわいいな。よろしくお願いします。面白いね君。お願いします。お会計ですね。延長や。ご延長ありがとうございます。みんな延長してくれるね。残り時間はあとわずか。お願いします。お会計ですね。え、かなさんようやく100万超えたの。頑張ればいいのにね。助けを求めてるように見えますが、
店長も女の子をしっかり支えてくれています。ようこそ。当社お会計ですね。結構減ってたので今回はご褒美を渡しましょう。イエーイ、渡してね。よろしくお願いします。かわいいな。いらっしゃいませ。渡しちゃったよ。素敵だよ。お会計ですね。もう一回フィーバーできるね。当社員フィーバーでタイムだ。また来てください。よろしくお願いします。かわいいな。お願いします。お会計ですね。延長で。ご延長ありがとうございます。このフィーバーは結構ランダムで発生するので、誰でもいいってわけじゃないんだよね。ありがとうございます。やった、300万超えた。果たして勝負の行方は？俺たちの勝利だ。人権士差し引いても2倍以上とか余裕じゃん。パラダイスリーグに昇格。もうファンも結構獲得してるんで。今回の勝者は、蒼天堀フォーシャイン。フレッシュリーグ新チャンピオンの誕生です。やりました。私たちスイートゴッドに勝ちましたよ。やったー。やったな。バカな。ごめんなさい。使えないやつね。もういい。お前らはうちのグループには不要だ。え？そんな。は？マジ？神崎グループはな、完全無欠なんだよ。理由はどうあれ、こんな店に負けた汚れた女どもはうちにはふさがしくない。二度と俺の前に現れるな。ユキさん、そしてキリュウだっけか。私はあなたたちを少し甘く見ていたみたいです。次はパラダイスリーグでの戦いになる。その頂上であんたらを待ってますよ。今度は容赦しない。せいぜい今のうちに喜んでおくといい。あ、やっぱり今回チュートリアルみたいな戦いだったのかな。では。あっかんべーだ。ほんといちいち頭に来るやつですね。ほんと、あそこまで来ると一つのサイドオーナーは。まあとにかく、これで次のリーグに進めんな。はい。はい。また頑張りましょう。ちょっと、どうしてくれんのよ。ん？ん？うちらもクビになっちゃったじゃん。せっかく楽して稼げるいい店だったのに。あんたがもっと頑張ってれば私らもクビにならずに済んだのにね。責任転嫁すんな、ひどい奴らだな。そんな、私は全力で頑張りました。頑張ってないのは先輩たちの方じゃないですか。あれ、全力で頑張ってたんだ。何、ちょっと先輩に対し、何、先輩に対してその口の言い方は、ちょっと可愛いからってツヤがあって。ちょっとチヤホヤされたからっていい気になっちゃって、嫌な女ね。ちょっと何なんですか、あなたたち。え？もう終わったんだよ、早く出てけよ。は？何なのこの小娘。文句あんの？文句ありますよ。寄ってたかってかなちゃんのせいにして。恥ずかしくないんですか？あ？私は喧嘩売るようなことはしませんけどね。あなたたち、マジで全然役に立ってなかったですよ。正直、かなちゃんだけです、頑張ってたのは。あなたたちは本当に、デクノボーですよ。そして、ウドの大木です。なんですって？めっちゃ喧嘩売ってます。ああ。かなちゃんが接客してる姿、本当に輝いてましたよ。素敵だった。お客さんをみんな幸せそうな笑顔にしてました。そんなかなちゃんをあんな風に言うなんて、そばで何を見てたんです？あなたたち、その目はお飾りかなんかなんですか？なんなの小娘は。すごいな、あいつ。ええ。かなちゃん、こんな人たちの言うことを気にすることなんてありません。すごいかっこよかったですよ。自信持って、ね。うん。ありがとう。何よ、
敵と仲良くしちゃって。もういいわ、バカバカしい。行きましょう。ガンベーだ。またこれ。小雪さん、ありがとう。いいんですよ。むしろ私の方こそごめんなさい。喧嘩にならないようにしたかったんですけど。めちゃめちゃ煽ってたよ。むしろ悪化させていたな。火に油を注ぐとは、ああいうことを言うんだろう。はあ、やっぱりそうでしたか。反省、反省。まあでもよかったんじゃない？これでキャラが固まってきたわね。今度はキレキャラで打っていきましょう。そうだな。え？ちょっとやめてくださいよ。面白いですね、フォーシャインって。うちもこんな店にしたかったな。私、神崎さんにスカウトされてこの業界に入ったんです。キャバの仕事は楽しかったし、神崎さんもすごい期待してくれて、それに応えたくて全力で頑張ってきたつもりです。でも、それが先輩たちには気に食わなかったみたいで、私が結果を残せば残すほど、あんな感じで嫌味を言われるようになっていったんです。それでも、それを言い訳にしたくなくて、我慢してやってきたんですけどね。結局全部失っちゃいました。はは。私がもう少し我慢して頑張って、ちゃんと店をまとめていたら、何も失わずに済んだのかな。バナちゃん。それは違うと思うで。え？キャバクラってのは一人でやるもんじゃない。全員でやるもんだ。キャスターはもちろん、裏方も含め、全員でお客を笑顔にする。そんなチームプレイが試されるところなんじゃねえのか。キリュウさん。だから何も一人で全部。背負えばいいってもんじゃねえ。苦労も喜びもみんなで分かち合う。それが仲間ってもんじゃねえか。仲間か。確かに私は一人で何でも背負い込んでた。誰かに頼っちゃいけないと思ってた。嫌われると思ってた。周りを仲間なんて思ったことなかった。だから仲間だと思ってもらえなかったのかもしれないね。かなちゃん。あのさ、もしよかったら、私たちの仲間になってくれない？え？神崎グループに比べたら小さいお店だけど、かなちゃんが欲しかったものがこの店にはあると思うよ。小雪ちゃん。私、かなちゃんと友達になりたいし、ダメ、かな？うん。私でよければ、喜んで。やった。よろしくね、かなちゃん。かなが加入しました。あ、やっぱりプラチナキャストだったね。小雪ちゃん、嬉しそう。うん。この戦いで一番成長したのはあいつかもしれねえな。ええ。まさか、かなさんが負けるとは思いませんでしたね。うん。あんなチンキな店に神崎グループの看板に泥を塗られるとはな。まあいいじゃない。私的には好都合よ。うん。まあ次はさらに競合店舗が集まるパラダイスリーグだ。今度こそあいつらに勝ち目はない。そうだろう、アイカ。どうだろう。まあ負けるつもりはないけど、私は楽しむだけだからさ。アイカさん、獣人。覚えてろよ、フォーシャイン。お、これでキャスト20人になったな。それで、イベントやってる間全くやってこなかったんですけど、なんか小雪に話しかけると、なんかイベントみたいのがあるみたいで、やっていきましょう。よう、小雪、元気か？はい。でもお腹が空いちゃって、ちょっと力が。そうか。なら飯でもおごろうか。え？いいんですか？もちろん。もちろんだ。やったー、行きましょう。蒼天堀で元気が飯つく飯と言ったらここしかないな。串カツですか？ああ、ここの店の串カツはうまいぞ。どんどん頼んでいいからな。はい。特別練習みたいなやつかな。
おい、どうしたんだ。いや、龍が如くゼロにも似たようなものがあったんですよね。緊張しちゃって。これでいい選択をすると、俺は同じ店の仲間だぜ。確かパーフェクトレッスンとかになるんだよね。緊張してどうするんだ。すみません、分かってはいるんですけど、実は私結構人見知りで、ユキさんとか他の人がいれば大丈夫なんですけど、二人きりで話すとなると硬くなっちゃうんですよね。もしかして初めての客に対してもそんな感じなのか。はい、打ち解けた人には全然普通に話せるんですけど。よくそれでキャバ嬢をやれているな。自分でもそう思います。はあ、どうすれば緊張しなくて済みますかね。これで一番いい選択肢を選べばいいんだよね。それを自分の個性にしてしまう。相手はお母さんだと思う。隠したと思う。まあ、これはないので、一番上でしょう。それを自分の個性にしてしまえばいい。え？どういうことですか？緊張してしまうのも小雪の特徴だと思って、前向きに捉えるってことだ。変に直そう直そうと意識するから、余計に緊張しちまってるのかもしれねえぜ。なるほど。でも人見知りみたいな欠点、個性になりうるんですかね。客の好みはそれぞれだ。緊張しているういういしいキャストが好きな連中も多いはずだぜ。桐生さん、ありがとうございます。私ちょっと前向きに頑張ってみよっと。ああ、期待してるぜ。なんか緊張もほぐれてきた。一番正解だったのかな。さすが桐生店長ですね。一生ついていきます。調子のいいやつだ。一応ステータス上昇のためにつけてるネイルのせいでちょっとダサいんだよね。小雪はまだまだキャバ嬢として成長しなきゃいけないな。そうですね、本当まだまだひよっこですよ。お客さんとの話題が思いつかずに黙っちゃうようなこともありますしね。話題か。お前の趣味の話でもすればいいんじゃないのか。趣味？私の趣味の話をすればいいんですか。ああ、客は小雪のことが知りたいはずだからな。何かないのか。例えばショッピングとか。私家が貧乏でまだお金もないので買い物はあんまり。趣味、趣味。あっ、何かあったか。はい、私の趣味はユキさんですね。どういうこと。どういうことだ。ユキさんを観察したり、ユキさんの写真を撮ったり、その写真を眺めたりするのが好きなんです。それは変態っていうんじゃないですか。だから強いて言うならそれが趣味だなって。ストーキングかな、趣味は。お前、これは選びたいけど正解は上だと思うんで。本当にユキが好きなんだな。はい、大好きです。なんせ私の目標であり憧れですから。少しでも近づけるように細かいところまで観察して吸収したいって気持ちもあるんです。なるほど、勉強も兼ねているというわけか。いつかユキみたいになれるように頑張れよ。はい、ありがとうございます。小雪がキャバ嬢になろうと思った理由は何なんだ。やはりユキの影響か。そうですね、ユキさんに憧れたからです。実は私大学に通ってるんですけど。ほう、そうなのか。はい、でも結構学費が高いんで、とあるスナックでアルバイトをすることにしたんです。そしたらそこにある日、伝説のキャバ嬢と呼ばれる女性が飲みにやってきて。それがユキだったのか。はい、ユキさんすごく綺麗で輝いてた。こんなに綺麗な人いるんだって思いました。
でも話すと気さくな変な人で、そんなユキさんに私は一目惚れしたんです。盆栽好きだからね、ユキさん。あの人と一緒に働きたい、あの人みたいになりたい、そういう思いで次の日にはユキさんのいるお店の門を叩いていました。ふん、そうだったのか。でもこの仕事をすればするほどユキさんの偉大さと自分のしょぼさが身に染みて、はあ、私みたいなチンチクリンがユキさんみたいになりたいなんておこがましいですよね。どっちかな、上かな。すべては小雪次第じゃないか。私次第。ああ、雪は伝説のキャバ嬢と呼ばれた女だ。小雪が目指しているのはそれだけ高い目標ってことだ。当然今のお前では難しい。だがこれからの頑張り次第では可能性は出てくる。キリュウさん、どんなプロも最初は素人からスタートしたんだ。地道に頑張り続ければ夢はつかめると俺は思うぜ。私次第。やっぱり諦めちゃダメってことですよね。不器用かもしれないけどコツコツ頑張ってきっとユキさんみたいな素敵な人になってみたい。あ、ちょっとダメだったかな。見ててくださいね。ああ、楽しみにしてるぜ。しかし、小雪が現役学生だったとはな。大学はちゃんと通ってるのか？はい、単位はもうほぼ全部取っちゃったんで、最近はほとんど行ってないんですけどね。でも学費が高くて、今も生活には結構苦労してるんです。そうなのか？フォー社員のエースなんだからそれでも少しは潤ってると思ったんだが。実は自分の学費の支払いの他に弟たちの学費と生活費も工面してるんですよ。だからどうしても残る金額は少なくなっちゃうんで、あまり贅沢はしませんね。キリュウさん、ポケットマネーでもう1000万あるんだから支援してあげてるわ。あー、どっちかな。なあ、こっちにしたいなあ。でも偉いな。そんなことないですよ、普通です。これくらいのことしてる子他にもたくさんいるし、それに私は幸せですよ。家族の仲もいいし、学校も通えて職場にも恵まれてるんですから。そう言ってもらえるとこちらも嬉しいな。いろいろあると思うがよろしく頼むぜ。はい、こちらこそよろしくお願いしますね、店長。ふう、もうお腹いっぱいです。ふう、そうか。じゃあそろそろ帰るとするか。キリュウさん、今日はすっごく楽しかったです。ありがとうございました。そうか、それはよかった。またご飯食べに行きましょうね。ああ、また行こう。やったー。これをやるとレベル上がるんですよね。一応序盤とかには使えばいいんですけど。では時間もそろそろいいので、今回はこれで終了とさせていただきます。もしよろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。